小西和夫は、日本中央競馬会美保トレーニングセンターに、所属の調教師、元騎手である。父は、元騎手の小西登。娘は、持久者に所属していた騎手であった、田辺弘信のバレットを務めている、小西由紀。1955年9月、中山競馬場、岩佐宗五郎厩舎の騎手である、小西登の嫡男として出生。中山で生まれ育ち、幼少時より馬に近い環境にいた一男は、馬世界の外で生きることは考えもつかなかったと後に語る。父等は太平洋戦争末期の1944年に騎手デビューするも、兵役などのため実働わずか1年余り、通算66戦0勝という成績に終わっており、現役未勝利だった自分の代わりに一男がレースで躍動することを望み、息子の騎手願望に対し反対は全くしなかったという。後に当は、和夫の騎手デビューに発奮し1977年に、調教師免許を取得し厩舎を開業、自らの要望により一男を持久者に所属させた時期もあり、1982年には管理馬だった竹田不動に一男を騎乗させ、東京優駿への出場も果たしている。馬事公園長期養成課程を経て1974年3月、一男は騎手デビューを果たす。一度試験に落ち、二度目での騎手合格であった。なお、同期騎手として根本康弘、加藤和弘などがいる。デビュー1週間後に初勝利を挙げ、父等が手にできなかった勝ち鞍を手にした、人男であるが、重賞勝利などの特筆すべき実績を挙げるには、至らず、騎手として大成できなかったのは、環境云々以前に自分に適性がなかったと述べ、16年間で1362戦92勝という成績に終わり、調教師免許取得に伴い1989年12月をもって現役を引退している。4度目の挑戦で調教師免許に合格した一男は1991年3月、定年退職した。鈴木章太郎厩舎を継ぐ形で、美保に開業。3月2日に初出走、同年6月23日に初勝利を挙げる。1994年管理馬から、重賞ホルダー、GI 出走馬を輩出。このほか1990年代には、中央、地方双方で活躍馬を擁し、1993年から2010年にかけ、毎年2桁勝利を維持し続けている。括弧内は、当該馬の優勝重賞競争、太字は GI 級競争。ありがとうございます。